サンティアーゴ・デ・クーバ駅は、キューバ共和国サンティアーゴ・デ・クーバ州、サンティアーゴ・デ・クーバ市にある主要な駅である。サンティアーゴ・ヘネラル・セネン・カサスとしても知られる。当駅は、国営企業である、キューバ鉄道が所有しており、町の港に近いパセオで、マルティの中心部に位置している。当駅は、ハバナ・セントラル・カマグエー及びサンタクララと共に、キューバで2番目に、重要な駅であり、 鉄道網部門の本部となっている。キューバの政治家青年、カサス・レゲーロにちなんで名付けられた、当駅が1997年に完全に改装、及び再建された。港の税関近くに位置していた古い駅は、港の鉄道側線のターミナルとなっている。サンティアーゴ駅は、二つの丸天井で覆われて、隣接した庭に、近代的な時計塔がある。 大規模かつ近代的な建物で構成された終点である。駅の軌道と並行して南側には港を扱う大きな倉庫及び側線がある。二次倉庫はアベニダロスピノスにある。当駅はロスピノス区にあり、伏線となる路線は電化されていない。サンティアーゴ第三、ルイスの伏線ルートはサンティアーゴからバヤモ及びグアンタナモまでを連絡する。 列車用にも利用されている。エルクリスト村の近くから出て、ラマヤに着く分岐は、部分的に作られているだけである。ハバナセントラルが主要な西側の駅であると同様に、当駅は主要な東側の鉄道の終点である。当駅では、ハバナサンタクララカマグエサンティアーゴを結ぶ、最重要なトレンフランセスとして、ほぼ全島を連絡しているいくつかの長距離列車を、扱っている。 主に、ハバナセントラルにて発着している他の長距離列車は、サンティアーゴからマタンサス、シエゴデアビラ、ラストゥーナス及び他の都市を連絡している。パルマソリアーノ、バヤモ、マンサニージョ、グアンタナモ及びオルギンへのいくつかの地方お及び地方列車もある。ありがとうございます。